現実に影の大混乱。やがて一人の旅人は琵琶の音の響きに誘われて美しい輝きを放ち佇む桜の木に出会う。よさこいの楽しさに気づかせてくれた大江戸相談祭り、会場のお客様の笑顔が何よりの私たちのパワーです。振り払ったその手の先にわずかな希望を握りしめ、出会いや別れを繰り返し、挫折は仲間の大切さを教え、後悔は未来を変える力になった。それでも前を向かなければいけない。ありがとうございました。